listening to Shibuya Cross FM.マンションプレゼンツライフウィズミュージック、はい、今日も素敵なコールとともに始まりましたプログラム、音楽マンションプレゼンツライフウィズミュージック。こんばんは、音楽マンション管理人の越野光弘です。毎月第1と第3火曜日の午後7時からの50分間、ここ渋谷クロス FM のサテライトスタジオを音楽マンションの管理人室に変えて、素敵なゲストとのトークや多彩な音楽家の演奏をお楽しみいただきます。今日お手伝いいただくのはまるでミニーちゃんのようなパートの綾子さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いきなり笑っちゃいました、すみません。一応サンタさんをねちょっとイメージしてきたんですが、なんかミニーちゃんみたいなことを、はい、ミニーちゃんが ねいっぱいいるみたいな、はい、そうですね、どうぞ、はい、続けてください。はいはい、今日も明るく楽しく今年最後の放送ということでお送りしてまいります。ぜひ最後までお付き合いください。さて、吉沢亮さんが渋沢栄一を演じた NHK 大河ドラマ青天を衝けも、今度の日曜日26日がいよいよ最終回となります。ドラマ終盤の舞台となっている渋沢さんのお屋敷のあった東京都北区飛鳥山公園も11月以降訪れる観光客で大変にぎわっています。公園内に設置された大河ドラマ館が見られるのもドラマと同じく26日までということで、惜しまれる閉館を記念しまして、週末にはさまざまな屋外イベントも開催されます。ぜひ皆様、北区王子飛鳥山公園まで足をお運びくださいませ。はい、ね、本当11月に入って、飛鳥山の渋沢邸っていうのが、はい、ドラマでも舞台になったもんですから、ね、本当にね、毎日たくさんの方が来ていただいてるんですよ、うん、で週末はもう本当に1000人2000人という方が来ていただいて、でもその大河ドラマ館もね、本当に26日でおしまいですし、寂しいですね、でさっき出てましたように、ね、25、26、週末は楽しいイベントも用意されてますので、ぜひ、ね、最後のチャンスに、はい、ぜひ皆様お出かけください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日の本日、前半のゲストも、はい、目の前にお座りいただいてますが、はい、イングリッシュドクター西澤ロイさんでございます。どうもいらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは綾子さん、プロフィールのご紹介をお願いします。はい、ではご紹介させていただきます。日本唯一のイングリッシュドクター、英語が上達しない原因である英語病を根本から治す専門家の西澤ロイさんです。TOEIC 満点の990点、英検はなんと4級ということですね。獨協大学英語学科ご卒業、言語学を専攻なさっています。1977年北海道生まれ、千葉県のお住まいです。脳科学や心理学も取り入れ、英語流の発想や考え方をさらに研究実践することで、大人だからこそ上達する独自のメソッドを確立、企業研修や英語講座、独自の教材などを通じて8000人を超える英語学習者に劇的な効果をもたらしています。合計で16万部を突破した10冊の著書の中でもロングセラーとなっている頑張らない英語シリーズは、今や TOEIC 900点超えの英語教師ですら自身のスキルアップのために取り入れるほどの学習法として定着しています。長年の疑問がすっきり解消した、そんな風に英語を捉えたことがなかった、目から鱗など、納得しながら身につくと学習者からも高い評価を得ています。現在コミュニティ FM ラジオにて2本のレギュラーコーナーがオンエア中など、メディア出演も多数多方面でご活躍の西澤ロイさんです。はい、ね、今日最初のライブ、はい、ウィズミュージックというのは妙に緊張してね、いやめちゃくちゃ緊張しましたよ、今あんまりないくらい。ライフウィズミュージック違うね、なんかね、なんか違う、全然違いますね、はっきり言って。そういう振られ方すると今噛みそうになった。実はロイさんとはね、もう、はい、もう何で8年か9年ぐらい前になりますかね、うん、ある、はい、講演会で出会ってですね、はい、本当にまさにさっき紹介があったけれども、いろんな、僕も英語はね本当苦手で、
もうちょっとちゃんとやっとけばってもう今でも思い続けてる、はい、あの苦手なあれなんですけど、すごくね目から鱗のいろんな楽しいお話でした。でその後もね、ちょっと勉強会に参加させていただいたりとか、うん、そんなこともあるんですけども、はい、そのロイさんが中学高校を通じてはまだ英語が喋れなかったっていう話ですね。はい、中高の時は6年間1回も英語喋ったことがなかったですね。それは何ですか、こうどうして全く機会がなかったかっていうか。いや機会は全くないですし、もう、うん、典型的な日本人の英語の学び方っていうんですかね、うん、中学校から英語を学び始めて、うん、で高校まで6年間受験英語っていう感じだったので、うん、本当に機会がなかったですね。だから喋ったこともないから当然、まあ、喋れるっていう感じでもなかった。全くですね。はい、で大学で先ほどご紹介いただいた独協大学の英語学科、はい、まあ、英語を極めようと思って頑張って勉強して入ることができたんですけど、うん、そしたら初めて その英会話の授業があったんですね、うん、でネイティブの先生に、うん、Do you like swimming?、うん、水泳好きですかって聞かれて何も答えられずに、うん、終わったというのが初めての英会話なので、もう最初からちょっとこうトラウマ的なというか全く喋れなかったんですよ。うん、ロイさんがねこう最初につかみでね、講演会なんかのつかみでやるときに、うん、あなた英語喋れますかって聞くじゃないですか、うんうんうん、ね、それで大体聞いてる人はみんなもじもじして喋、うんうん、はい、れますって手挙げる人はほとんどいないわけ。それなかなか自信持って手挙げられる人は少ないと思います。ね、はい、でそのお話ちょっとしていただけます、はい、ね、小松原さんどうですか、英語喋れますか。ですね、私本当に小松原ね英検3級なんですよ。すごい、本当に、ね、なんか4級の上じゃない。大変恐縮でございます。はい、トイックゼロですけれどね。で喋れるの。いや喋れないです、本当にお恥ずかしい話。はい、でどうしたらいいんでしょうね。英語を喋れないと思うのは英語病なんですよ。はい、なるほど。僕はそれをアイキャント症候群というふうに呼んでいて、アイキャント症候群。はい、で英語が私喋れません、英語で言ってみてください。 I can't speak English。もうパーフェクトじゃないですか。すごい、なんか発音もいつもよりいい。じゃあそれロシア語で今度私ロシア語喋れません言ってもらっていいですか。なんて言うんでしょうね。言えないよね。全然わかんないですもんね。僕は何語でもいいんですけど、日本語か英語かそれ以外の言語で何かありますか、言えること。その私何々語喋れません、スペイン語でも韓国語でも中国語でもスワヒリ語でも何でもいいんですけど。自慢じゃないです、全然ないです。そう、それが普通なんですけど、はい、英語で言えるってすごくないですか。確かにかなりのこと言えますよね、そういうふうに言われればね。そうなんですよ、うん、趣味も言えますよ ね、何々が好きとか、うん、そうですね、確かに、うん、僕のね、はい、うん、僕は子供の頃、小学生の頃ね、うん、親父と銀座を歩いていたら、うん、外国の人がいきなり来て、うちの親父に、まあ、なんか道を尋ねたんだね。あ、それでうちの親父、まあね、帝国軍人だった人だし、うん、全然英語なんか喋れるっていう感覚がなかったから、うん、もう僕ドキドキして、うん、どうすんだろうと思ったら、うん、こうちょっと背の高いアメリカ人をこうやって見上げながら、うん、I don't know って言ったんだね。俺ね、すっごい堂々としててね、俺感動したんだよね。それできるわけだね、英語ができるっていうことなんだね。素晴らしいですね。それもできるになるわけですね。ああ、そっか。なるほど。じゃあそれはやっぱり一つ英語病なんだ。他に英語病って言われるのは、僕は聞けないんですよ、聞き取れない。そうですね、英語の聞き取りが苦手な日本人の方非常に多いんですよ、うんうん、でそれは、まあ、英語病でいうと左脳リスニング病っていう、うん、まあ、英語病で、うん、まあ、ちょっと話すと、ね、長くなるんですけど、うんうんうん、まあ、すごく端的に言うと日本語って、ね、音が少ないんですよ、うん、英語と比べると圧倒的に少なくて、うん、だから日本語の感覚のままこう英語を聞こうとすると耳にそもそも入ってこないんですよね。あ、それはあるかもしれないな。だからネイティブが喋ってるのを聞いて、なんかこうペラ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 みたいなのあるじゃないですか、あれはもう何言ってるかさえわからないってことを表してますよね。だからちょっとね、耳のトレーニングとかをしなきゃいけないので、リスニングはちょっとね時間がかかるんですけど、はい、よく発音できないと聞こえないとかっていうふうに言う先生も僕思ってあるんだけど、やっぱりそれは正しいですね。そうですか、はい、それは音声学の分野で、うん、はい、言われてることですね。なんかこうつながり方っていうのかな、なんかその前置詞の
こう軽く発音するとか、うん、そういうのができないと何も分かんないよっていう、つながるというよりもそもそも音として存在するしないって話なんですよ、うんうんうん、だから例えば、うん、This is a pen、うん、っていう英語があった時に、うん、今 This って最初言ったんですけど、うん、この音が実は聞き取れてない人がほとんどなんです、日本人って。でも流れから、あ、今のはあのこれを表す This だなって思ってるんですけど、うんうんうん、This っていうこの音がちゃんと聞き取れてるわけではないんですよ。あ、確かに今あの僕の頭の中にはあのローマ字 の, その This is a pen っていうのが思い浮かんで、そのなんか音と合わせたっていう感じですよね。だから手に点々で、うん、小さい E ってことですよね。そうそう、あとはだからこうあの英文でも字幕が出ると、うん、なんとなく聞き取れるんだけど、うん、字幕がなくなった途端に全然聞こえないっていうのは、うん、やっぱり聞こえてないっていう、はい、そうです、そもそも耳にちゃんと入ってないですね、うん、でそれを直すのは、うん、なんか、まあ、一発で直るってことはないんでしょうけど、どういう訓練を続けていくといいものですか。まあ、まずは発音の練習をすることで、うん、そういう発音が耳に入るように、まあ、自分で発音できることが、うん、まあ、聞き取るために大事なことで、うん、そういう練習と、あとはその音に対するちょっと意識というか、うん、あの英語ってなんか聞き流してたらできるようになるみたいな幻想があるわけですよ。ありましたね、はい、そういうのがなんか最近消えてなくなっちゃったけど ねすごい私も気になってましたから、うん、その学習法、はい、で僕よく講座で皆さんにやってもらうのは、はい、真剣に聞いてもらって書き取ってもらうんですよ、うん、そしたらですね、真剣に聞いても聞き取れないんですよね。聞き取れない、あのそれちょっと勉強会でやらせてもらったけど、はい、分かんないよ、ね、でそれが真剣に聞いても聞き取れないのが、じゃあ聞き流してなんで聞き取れるようになるんですかまあ、確かに、はい、そう言われてみると、うんうんうん、なんかそこは真剣に聞いて耳のトレーニングが必要なんですよね、うん、やっぱり耳ですね。耳も大事なんですけど、ただ僕がお伝えしたいのは、うんうん、そのやっぱね、聞き取れないから喋れないとかと思う人がいるんですけど、うん、逆にその相手の言ってることが分かっても喋れない人もいっぱいいるんですよ。それは、うん、確かに、なんか大事なことは、うん、自分が言いたいことをしっかり英語で表現できる、そこの表現力なんですよね、うんうん、だから仮に相手の言ってることがよく分かんなくても、自分の言いたいことがあったら、うん、あなたの言ってることよく分かんないけど、うん、こうでこうでこうなんですよろしくって例えば言えたら、うん、コミュニケーションとしては成立するじゃないですか、ね、あのこの本の中にもあるんだけど、あなたは学生ですか、ね、そういうふうに聞かれて、学生ですって答えるっていう会話は普通はないよね、まあ、学生ですって言ったら、例えばどこどこ中学校に行ってますとか、学生、じゃなくて、今はどこどこに勤めてますとかっていうふうにしますよねっていうところからのね、お話も出てますけどね。そうですね、だから Yes I am とか Yes I do で終わっちゃうことはないじゃないですか、基本的に。でもなんかこう、あとそのこれも大人の英語病なのかなと思うのは、なんかね、日本、まあ、これ日本語でね、難しくこう言おうとしちゃうっていうか、まあ正直言ってやっぱり日本語だったらこういろんなニュアンスの使い方とか、ニュアンスを伝えるためにこういうふうに伝えようとかって思うじゃないですか、で思ってまあ伝えられるじゃないですか、日本語の場合に、はい、それを要するに英語でやろうとして一言も喋れなくなるっていう現象があるんだけど、それもやっぱり大人の英語病の一つかなと思うんです。そうですね、その、まあ、直訳スピーキング病という英語病がありまして、日本語の直訳で喋ろうとして、で英語にできなくてそのまま喋れなくなってしまうというのがありますね。なるほどね。あとどんな、ね、その英語病はあるんですか。まあ、大きいのはですね、あのウノミーというのがあるんですけど、ウノミー、ウノミー別名暗記病です、ね、うのうで覚えるっていう、うのみにするってことです。あ、うのみにする。あ、英語はこういうもんだから覚えなさいって言われて、それをそのまま入って覚える、暗記するという、うのみにしちゃうというのがあって、だから英語ってよく皆さん考え方が分かんないんですよね。なんでこの単語こんな意味なんだろうとか、でよく分かんないからそのまま覚えることになって、英語が暗記科目になっていくわけですよ。で暗記暗記暗記ってなって、結局苦しくなって英語は嫌いになってしまう、挫折してしまう、そういう方非常に多いですね。例えば曜日の後ろの前置詞、ねえねえ、オンだよね、うん、オンウェンズデーみたいな、ね、はい、それが例えばインウェンズデーじゃなくて、オンなのは なぜなんだとかっていうのもね、うん、やりましたよね。そうですね、そういうのもイメージで捉えることができると、うん、なんか分かったってこうなるんですけど、よく分からないままなんか時間の時はアットだとか、うん、なんか
か 日付だと in、うん、in なの、例えば月とかだと in、 in March、 3月とか、うん、熱海行きの電車は to 熱海じゃないんだと、フォー熱海なんだってこう僕らは暗記しちゃおうとするわけだよね、うん、そうするとだけどそれはなんで to じゃなくてフォーなんですかね。いや両方使いますね。ああそうなんだ、はい、to だと直通だったり、うん、まあ、行き先を表して、うん、フォーだともうちょっと方面的な感じ、うん、あ熱海方面とか、うん、そういう感じになるので、うんうん、でそういうのをイメージで捉えられるといいんですけど、うん、日本語に訳して皆さんこう暗記しようとするので、うん、もうね、うん、覚えることだらけになってしまう。そうですね、暗記しないとっていうか単語もそうですけど、うんうん、いやだからねやっぱりそう思うと、うん、こうやっぱりこうなんていうのかな、まあ、脳もこう舌も肉体じゃないですか、うんうん、だからやっぱりこうスポーツっていうかね、こうなんかやっぱ体で覚えるみたいな、うん、もうそこに飛び込んでってね、なんかそういう感覚がやっぱりちょっと必要な気がしますよね。だから当然トレーニングも必要だしね、うん、あのそんな気がするな。なんかあんまり構えちゃいけないんですかね。構えちゃうとそうですね、よくないですね。なんか構えちゃうんですよね、やっぱり英語っていうのはやっぱり3級のなんかこう英検3級のこうなんかあのプライドみたいな感じから入っちゃうとダメなんだよね。いやいやいや、ね、全くそういうのないつもりですけどね。ないつもりですけどね。はい、あの、はい、ちょっと私ね、すみません、お話外れちゃうんですけど、はい、先生今日、あ、先生って言っちゃいけないですね、ロイさん今日なんか聴診器みたいにつけてるんです、はい、ちょっとラジオの方は分かりにくいと思うんですけど、うん、これそれがすごく気になってるんですけど、聴診器に見えるんですけどイヤホンジャックがついてて、はい、あ、イヤホンなんですね。イヤホンなんです。それでイングリッシュドクターだからこの、あ、なるほど、ちょっとラジオの方はね分かりにくいかもしれないですけど、うん、ね、でこれ白衣に見えるんだけど単なる白いジャケットなんです、はい、そうなんですね、そうなんです、本当に白衣に見えますよ。でもね、イングリッシュドクターっていうのはすごく、うん、すごくね、今こう英語病っていう形でこう話展開しましたけど、はい、すごくあの楽しくて、もうイングリッシュドクターって言ったらこの人っていうね、はい、素晴らしいね登録商標ですもんね、はい、これね、だから、はい、だから冒頭日本唯一のイングリッシュドクターっていうのは他いないんですよ、名乗れないわけ、イングリッシュドクターだったね、素晴らしいね、はい、それで、僕あのウェブサイトを拝見してて、はい、あ、やっぱりさすがそういうあの感覚に優れたロイさんだなと思ったのは、SDGs をこう英語で書いてあるものだから、うん、まあ、その観点から解説っていうのを今されてますよね。あのリクナビネクストジャーナルさんで、うん、あの連載記事があるんですけど、うん、その中で SDGs と一緒に英語を学ぼうというのを3回ほど書かせていただきました、うんうん、どうですか、その英語っていう観点からこう入っていって、はい、まあ、英語教育と SDGs を結びつけるみたいな話もあるんだけど、こうその観点から見たロイさんのこう SDGs 論みたいなのをちょっと聞かせてもらえると。 SDGs 論、なるほど。まあ、英語という意味だと、うん、やっぱりこう SDGs 興味ある人が英語でもともと何言ってるんだろうっていうところをちょっと調べてほしいなというか、うん、でそれが英語の学習にもなったらつながったらいいなっていう思いだったりとか、やっぱりこうなんか流行り物みたいな感じで、よくわかんないけど SDGs 名乗っとけばいいやとかなりがちじゃないですか。でそこでもともとこういうその文章があって、で全部英語で元の文章があるわけですよ。でそれをまあもちろん全部日本語に訳されたのもあるので読めばいいんですけど、それをただ読んでって言われるよりも英語の勉強ねちょっとしたい人にちょっと読んでみませんか、だとまたちょっと違 う, こう世界が見えると思うので、なんだっけ、17のゴールだっけ、はい、17のゴールと160何個の、ターゲットとかって言うけど、はい、ゴールとターゲットの違いってよくわかんないんだよね、そもそもね、そう日本語でも訳されてるんだけど、はい、それどう違うんですか。ですね、まずゴールというのはまあ、すごく大きなもので最終的な、うん、目標なんですけど、うん、イメージとしてはサッカーのゴールみたいな感じなんですよ、うん、でサッカーのゴールってゴールラインを越えたら点が入る、うん、そうじゃなかったら点が入らない、うん、みたいな感じで、うん、イエスノーっていうそういう判定のされるものなんですよね。でそれがまあ最終的な目標として掲げてあるんです、うん、それが SDGs だと17個あって、うん、でその下に169個のターゲットっていうのがありますけども、ターゲットというのはもうちょっとね数値化できる目標を指してるんですよね。なるほどね。でイメージとしてはアーチェリーの的を思い浮かべていただきたいんですよ。でアーチェリーの的だと真ん中に当たると10点、うん、ちょっと外れると 9.7 点っていうふうに下がってきますよね。それで数値化できるわけですよ。でその数値によって評価できるような目標、それをターゲットって言ってますね。そういうのもなんかその表現そのものもなんかすごく英語的っていうか、なんか日本的ではないよね。だからそこの味わいをこうね、
こう感じるっていうのはすごく大事、うん、SDGs 理解のためにも必要なのかもしれないですね。そうですね、ビジネスでもこういう言葉の使い方しますので、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。で、うん、今特に力を入れてこれからっていうことがいろいろ教材開発をされてるというふうに伺って、はい、これなんか面白いですね。コントを1回見るだけで英語が忘れられないタイプ、これどういうあれですか？これは脳トレ英会話という、うん、まあ、新しい教材がこの12月からスタートしたんですけども、はい、これ40代以上の方専用というふうに歌ってるんですね。英語ってだから暗記科目だと多くの方が思っていて、でも癖でこう覚えようとしちゃうんですよ。そこでそうじゃなくて、僕が英語ってこういう感覚ですよ、こういうふうに理解してくださいっていう、まあ、いわば左脳的な説明を分かりやすくさせていただいた上で、吉野国明さんという記憶術の専門家の方がいるんですけど、その方がですね、その英語の感覚をショートコントみたいな感じでちょっと演じてくれてですね、で感覚的にこうなんだっていうのをこういわば右脳的な感じで、その両方の面からお伝えすることで英語をね、その暗記するんじゃなくて、あ、こういうことかって理解できる、そういう新しい英会話教材を開発したんですよ。なんか見ても楽しそうだし、ね、コントを一回見るだけでっていうのがすごい聞かれますよね。一回見るだけじゃ多分ダメだ、ちゃんと何回も見たらいいと思う、まあ、でもすごく面白い斬新なね、うん、ですね、そうですね、はい、ロイさんの、ね、お仕事ますます発展しているようなんで、楽しみに活躍も祈りながら、僕ももう少し時間ができたらまた英語勉強しますので、その節はよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ今日は西澤ロイさんでした。イングリッシュドクター西澤ロイさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 Thank you very much。 どうも。英語苦手だなって思っている方はぜひね、西澤さんの YouTube なんかもありますからね、見ていただいたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。それではここで越野建設からのお知らせです。自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅をコンセプトに現在展開している音楽マンションシリーズにて、来年も新たに6棟が完成予定となっており、本日はその中の一つ、京浜東北線蕨駅から徒歩7分に位置するファンタジアについてご紹介します。ファンタジアは鉄筋コンクリート造5階建て47所帯の大規模な建物です。一人暮らしの単身タイプからご家族向けのファミリータイプまで12タイプの間取りをご用意しております。すでに入居のお申し込みも多数頂戴しています。また共用サロンや入居者専用スタジオが併設されており、複数人でのセッションにもご利用いただけます。最寄り駅の蕨駅に通る京浜東北線は上野東京方面へのアクセスが良好です。都心へお勤めの社会人の方や学生さんにもおすすめの物件です。また利便性や住環境が整っているだけでなく、音楽マンションシリーズの中でもリーズナブルなお家賃となっており、演奏時間も7時から24時までと音楽を長く楽しんでいただける魅力的な物件です。入居を希望される方、音楽マンションに興味をお持ちの方は越野建設のホームページからお問い合わせください。また後ほどまた QR コードも出ますかね、はい、そちらの方からもお問い合わせできますので、ぜひこちらもご活用ください。そして番組の最後には、来年1月から開催の音楽マンション連続見学会のご案内もいたします。ぜひ番組も最後までお付き合いください。はい、ということで、後半のゲストもうお座りいただいて、はい、ね、今音楽マンションの、はい、映像に大変興味津々のように見ていただいていたお二人でございます。はい、はい、ピアノ四重奏団笠詐欺カルテットより本日は駒崎リラさん、そして柿崎真奈美さんのお二人にお越しいただきました。いらっしゃいませ。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあはい、プロフィールのご紹介をお願いします。はい、では続いてのゲストさんは笠詐欺カルテットのお二方です。ピアノ四重奏曲を広く知ってもらうことを目的とし、2018年に結成されました。さらに他の楽器とのアンサンブルで演奏する喜びを味わうことや、お聴きいただくお客様に新しい発見をしてもらえるよう、東京拠点にクラシック音楽を中心とした演奏会の企画、準備、運営をしているピアノ四重奏団です。
2021年今年より帰宅版アーティストバンクの登録アーティストとしても活動なさっています。名前のカササギは1年に1度の七夕に天の川を渡り再会する織姫と彦星のために群れになり羽を広げて両岸をつなぐ橋となってくれる大事な存在で、お客様に音楽の楽しさ、アンサンブルの楽しさを知ってもらえる存在、また音楽、作曲家とお客様をつなぐ架け橋となれるようにとの願いを込めて名付けられました。毎年7月には本公演、12月にはクリスマスコンサートを行うほか、さまざまなイベントでの演奏等でもご活躍です。そんなカササギカルテットのピアノ柿崎真奈美さんとバイオリンの駒崎リラさんです。はい、どうもよろしくお願いします。今ね、初めて、カササギカルテットという、その四重奏団のお名前の由来を伺ったんですけど、はい、なんか素敵ですね。素敵ですよね。これは どなたのご発案なんですか。なんかみんなで相談した。でも相談はしたんですけれども、もともと7月に本校もともと7月に本公演をしていて、7月の七夕第1回目の公演が7月の7日に、ちょうど七夕の日に公演を行ったので、これはもうやっぱり架け橋にもなりたいしっていうので、ね、ちょっといろいろ調べていて、はい、あ、カササギってでもいいじゃないいや、そうそう、すごい素敵だよね。ありがとうございます。ロマンティックなお名前ですよね、はい、で今日は、まあ、カルテットですから、うん、本当は4人のメンバーでやってますけども、はいはいはい、ちょっとご紹介しましょうね、はい、ちょっとお願いします、はい、一番左が駒崎さんですね、はいはい、で私の一番左が私で、その隣バイオリンを、はい、バイオリンです、はい、でその隣左から2番目がビオラの福田真知子、うん、今日ちょっとあのおやつちょっと怒れなかったんですけれどでその隣に座っているのがあのピアノの今日来ているこの柿崎真奈美、はい、で一番右がチェロの熊原綾子、この4人のね、はいはいはい、とても素敵な方で、どういうきっかけで結成されたんですか。もともとみんなそれぞれ東京音楽大学と、まあ、の大学院の方に通ってたっていうのもあるんですけれども、うんうん、私がそれぞれを知っていて、うんうん、そうです、はい、あの順番にこれをやりたいなっていうので声をかけて、うんうん、で1回目まず行って、うん、その後も弟子続けたいねっていうので、うん、組んでいたので、うん、大学的にはまあ東京音大がきっかけにはなるんですけども、うん、そういう仲間なんですね、はい、今はそういう4人の活動とそれぞれの個人の活動とどのぐらいのバランスでされてるんですか。今年はカルテットの活動が割と後半に多かったんですけれども、そうですか、はい、でもそれぞれも、ま、今日来てるこの2人もなんですけど教えたりもしていますし、ね、演奏活動もしているので、うん、割合はでもちょうど半々ぐらいですね、はい、なるほど。でその、4人 あのカルテットでの活動の軸が、まあ、先ほど来ちょっと触れていただいている7月の、はい、七夕、そうです、ね、七夕の日ということなんですけど、はいはい、それちょっとお話しいただけますか。七夕の時にはうん、今日ちょっと過去の演奏会に、はい、持ってきていただいたんですけれども、見えますか、はい、じゃあこれが、はい、ちょっとね、2回目公演の、はい、見えますか。見える、うん、あのピアノ四重奏団っていうのが、ね、まあ、あんまり、うん、あんまり、まあ、あるはあるんですけども、うん、意外と少なくて、うん、ピアノトリオとか弦楽四重奏っていうのは、うん、多いんですよね。そうですね、そうやってみればそうだ、うん、でピアノ四重奏曲もとってもいい曲がすごく多いんですけれども、うん、大体演奏するときってその時々で組んでとかっていうことが多くて、うんうん、でそれを私たちは、まあ、まず1曲メインで演奏して、うん、その他にも自分たちでアレンジをして、うん、まあ、クラシックとかピアソラ作品とか、うん、映画音楽とかを組み合わせて、うん、いろんな人にこの弦楽四重奏ではなく、うん、ピアノとバイオリンとかいうデュオでもなく、うん、あえてこの弦3人とピアノの、うん、ピアノ四重奏っていうのの音色を楽しんでもらいたいっていうことで、うん、はい、素晴らしい曲がすごいたくさんあるんですよ。大作曲家たちがピアノ四重奏曲というものを残してきているので、はい、モーツァルトだったり、うん、ブラームスだったり、うん、ポーレも残してますし、うん、その素晴らしい作品をやっぱりたくさんいろんな方に聴いていただけたら嬉しいなと思って、うん、なかなか大曲なんですけれども、はい、
そう、私たちもね、こうパッと四重奏談っていうと頭についてるのはやっぱりなんか弦楽っていうね、そうですよね、印象があって、ピアノっていうのが ね、あんまり聞き慣れないなっていうふうに、はい、すごく新鮮ですね、はい、で、あの、YouTube で、楽曲をご披露いただくんですけれども、はい、そちらもこの、直近の7月に、はい、おやりになられたこのカササギカルテットコンサートの中の1曲ということで伺っております、はいはい、楽曲のちょっとご紹介をいただけますでしょうか。今年の夏の本公演で演奏したシューマン作曲のピアノ四重奏曲の中から、あのシューマンってとてもロマンティストな作曲家なんですけれども、うんうん、もう愛がたっぷりあふれている三楽章を、うん、今日はお聴きいただけたらなと思っております。そうですか、ね、ちょっと愛がこの頃足りないんで、じゃあそれでちょっと充電をさせていただきたいと思います。そうですね、皆さんにも愛を届けていただきましょう、はいね、じゃあここで聞きましょう。はい、はい、お願いします。
とうございます、ね、素敵でしたね、はい、ね、いいクリスマスプレゼントいただきましたね、本当にありがとうございます、ありがとうございます。で今の会場も、北区の、ね、王子にあります、はい、ホクトピアという、ね、はい、まあ、コンサートなんかもたくさんやるところなんですけども、はい、ね、非常に北区との関わりが深い、まあ、小和崎さんが、ね、北区ご出身ということになりましたけど、はい、で今北区でも、はい、そのアーティストバンクっていうね、はい、そういう制度があって、まあ、そこにも、今年からですか、はい、加盟されてということで、うん、はい、結構北区中心に活動されてですね。そうですね、はいはい、今年の3回目かなの募集で、うん、はい、北区のこの文化振興財団のアーティストバンクっていうものに登録をさせていただいたんですけれども、もともと私妹も音楽をやっていて、はいはい、妹は民族楽器なんですけれども、民族楽器で妹が先に2回目の時に登録をしていて、うんうんうん、私はその後にその存在を知って、うん、チャンスがあったら登録できないだろうっていうこともあって、うん、でもずっと北区に住んでいるので、うん、北区で活動も していきたいよねっていうこと で、うん、でちょうど今年の7月の公演をホクトピアでやろう、今後もホクトピアでやろうっていう決めた後に、うん、この募集をしているっていうことを知って、うんうん、これはぜひ応募しようっていうことで、みんなで嬉しいですね、僕北区民としてはすごく ね、 ね、楽しいな、もうね、どんどん素敵なアーティストの方がね、うん、はい、登録していただいてね、で伺ったらその北区って結構面白いことやってて、なんか避難訓練コンサートっていうのがあるんですか、はい、はい、あ、これ ね、 ね、これ どういうコンサート、初めて聞きました。311の後とかに結構増えてきてるんですけれども、うん、はいはい、やっぱ演奏会中にいざ地震があった時に、うん、どうやって避難をしたらいいのかっていうことが、うん、なんとなくは想像していてもわからないことが多いと思うんですね、うんうん、そうですね、確実にホールから案内がされるし、うん、多分どこかに非常口があって逃げるんだろう、うん、だけどどうやって逃げればいいんだろうかっていうことを事前にちょっと練習をしてみようかっていう、うん、で1回この会場で、まあ、それぞれ会場違うんですけど、はい、1回経験をしておくと、うん、もしそういう、まあ、ライブ会場だったりとか、ね、コンサート会場に行った時に、本当に地震があった時にも少し落ち着いて、まあ、避難ができるんじゃないだろうかということで、うん、そうだよね、はい、増えてきているコンサートで、へー、で観客の人もそうだけど、アーティストの人たちはどうするの、そういう時避難を一緒に行きたいと思います。なんとなくやっぱりそれは訓練だ、ちょっと慌てた顔したりこう、そうですね、まあ、できる限り落ち着いた顔で落ち着いた顔で少し慌てた方がなんか臨場感があって、そうですね、いいんじゃないかなと、まあ、あんまり慌てちゃうとね、そうなんです、お客様慌てちゃいますもんね、はい、難しいところですよね、楽器が持っているので、うん、まあ、まずピアノって割と結構ね、地震の時って危ないので、うん、あんまり近づにいない方がっていうのもあるんですけれども、うん、まあ、弦楽器も私たちがやってる楽器は木なので、うん、何か降ってきたりしたらもうとても危ないし、うん、じゃあまあそれどういうふうにしまうかとか、うん、どう守るかとかいうこともまあ、ね、訓練の一つなんで、落ち着いて避難をできればという、うん、だからもうだけどコンサートとしては、まあ、素晴らしい、先ほどの、ね、演奏がちゃんと聴けるということで、はい、ね、まあ、入場無料なんでもう、席は完売らしいんですけどね、また多分いろんなところで演奏の模様は公開されると思うんでね、楽しみにしたいというふうに思いますが、はい、楽しいお話聞いてきたんですけども、はい、もう、ね、早くもう時間なんですけどもそうですね、最後にですね、もう一曲聴かせていただいて、お別れをしたいと思うんですが、これも北区の先ほどのアーティストバンクの、コンサートですね、はい、ショーケースライブというね、こちらの方で披露された曲というふうに伺っております。ご紹介いただけますでしょうか。ショーケースライブ、今年の夏に9月に北区の施設で行ったんですけれども、うん、そちらに私たちも参加をさせていただいて、私たちは2曲、モーツァルトのアイネクライナハートムジークと、うん、今年ピアソラがアニバーサリーやということでピアソラ作曲のサメを演奏させていただいて、はい、今日はサメを聴いていただけたらなと思っております、はい、ね、情熱的な作品の多いピアソラですけどね、そうですね、はい、はい、じゃあそちらを聴きながら、さっき愛にあふれましたから今度ピアソラでね、はい、お願いしたいと思います、はい、じゃあこちら聞きながらお別れです。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ますますご活躍。
い、素敵な曲をお届けいただきました。ありがとうございます。ではここで土地活用お考えの方へ越野建設からのお知らせです。いよいよ来年1月から音楽マンションの連続見学会が始まります。この見学会では音楽マンションと一般マンションの違いが分かり、お土地のご活用を考えの方や入居を検討される方を中心に毎年多くの方にご来場いただいています。建物の見学はもちろん、お土地の活用についてもご相談することができます。では来年新たに完成予定の6棟のうち、今回4棟が連続見学会の会場として開催されるんですが、まず第1回目です。前回ご紹介しました JR 埼京線十条駅から徒歩12分のラ・グランブルー、来年の1月15日土曜日の開催です。第2回目は先ほどご紹介しました JR 京浜東北線蕨駅から徒歩7分のファンタジア、翌週の1月22日土曜日の開催。そして3回目、東京メトロ有楽町線江戸川橋駅から徒歩8分のグラングスト文京、こちらは2月12日の土曜日に開催。そして最後第4回目は東京メトロ南北線王子駅から徒歩8分ブランドール IM、 こちらは2月19日土曜日の開催です。連続見学会は生演奏による遮音体感が目玉になっています。実際に建物の遮音性を体感できる貴重なイベントです。賃貸住宅の供給過多の中、入居に不安をお持ちのオーナー様はぜひこの機会にご来場いただければ幸いです。見学会は完全予約制です。越野建設のホームページお電話にて賜っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。電話番号は現在画面にも出ておりますが、 0120-322-088、 0120-322-088、また画面の QR コードを読み取っていただくと、音楽マンションの詳細や連続見学会の詳細へと飛ぶことができます。ぜひこちらもご活用ください。また入居を検討される方もぜひお問い合わせいただけましたら幸いです。多くの方のご応募をお待ちしています。なお、合わせてこの番組、過去の放送シーズン3まで、前回12月7日の放送分までアーカイブでご覧いただくことができます。これからの年末年始お知り合いの方にもお知らせいただいて、ぜひアーカイブでもお楽しみいただけたら幸いです。ではここで一つお便りがいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームミッキーさんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。越野さん、彩子さん、こんばんは。毎月楽しく聞いています。今日は今年最後の放送ですね。今年もいろんな方をゲストにお迎えして、たくさん興味深いお話が聞けた1年でした。来年の放送も楽しみにしています。それでは皆さん良いお年をということで、はい、ミッキーさんからいただいています。嬉しいですね。いつも外にも見に来ていただいてね。あ、どうも、いつもありがとうございます。はい、どうも。はい、ね、嬉しいですね。そうですね、はい、はい、もう本当ね、さっきもいろいろお話出てましたけども、はい、もう大河ドラマも終わりだし、そうですね、寂しいですね。なんかね、あっという間で、そうですね、まあ、間にクリスマスもあるんだけど、あんまりクリスマスね、あんまりいいことないからね、この頃ね。そうなんですか、越野さん。納めの地蔵ってね、巣鴨のお地蔵様のお祭りが、はい、24日なんで、そっちの方に僕は行きたいと思ってますけど、はいはいね、皆さん本当に楽しいクリスマスと年末年始 ね、過ごしていただきたいです ね、 はい、ね、はい、私たちパーソナリティは音楽マンション管理人の越野光弘、そして、はい、そしてフリーアナウンサーの小松原彩子でお送りしてまいりました、はい、音楽マンションプレゼンツ、はい、Life with Music、いいかな、完璧かな、はい、次回は新年明けまして1月4日火曜日、はい、またこの時間にお会いしたいと思います、はい、それでは皆さん良い新年をお迎えください、はい、さようなら。ありがとうございます。